村です。今日もまたまたセブンイレブンさんとジョージアさんのコラボレーション商品、ジョージアさんのプライベートブランド、あ、違う、プライベートリザーブのブレンドコーヒーの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。ジョージアプライベートリザーブ、蔵出し成熟豆のコク、ブレンドコーヒーです。ここは昨日と同じですかね。同じ文言ですね。まずそういたしましたらエネルギーの方をご一緒にご覧いただきたいと思います。 100g あたり33キロカロリーということですね。原材料名の方は、まず牛乳、コーヒー、砂糖、香料、カゼイン NA 乳化剤です。あ、昨日のやつよりもカロリーは若干高いですかね。砂糖使ってるんで61キロカロリーということです。昨日のやつは確か甘味料使ってたと思うんですけれども、はい、こちらがジョージアさんのプライベートリザーブブレンドタイプの缶コーヒーの中身です。やっぱりコーヒー濃いめでしょうか。それではお味の方をチェックしてみたいと思います。あ、うまい。こっちの方がすっきり感もそんなに甘くないです。コーヒーは濃いめです。で、そうですね、酸味がまあまああるんですけれども、それを柔らかく砂糖の甘みで消してくれてるっていう感じで、喉越しすっごいまろやかですね。これは癒し系のタイプになると思います。すごいリラックスできますね、飲むと。ちょっとばっかりチェックします。うん、まろやかです、うまいです。やっぱ砂糖使った方がコーヒーって美味しくなるんでしょうか。コーヒー自体はすごい豆のこだわり感じますんで、すごいまろやかなんですけども、若干酸味がある的な。で、ちょっと苦いんですけれども、砂糖であとまろやかにしてくれる。お口の中をまろやかにしてくれる。最後、すごい癒される感じがいたします。美味しいです。こっちの方が好きかもです。それでは簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。